キング戦末、うん、クッキングね。そう、そう、21時までだからマジ時間ないんですよ結構。だからここにね、ほら材料、これはお肉、これは野菜、これは目玉焼きで、ご飯に盛り付けまーす。そう、塩そぼろ、オムライスみたく、オムライスね。いやもうね、時間もね、本当にレミね、30分前ぐらいに帰ってきて、うわっ、ってもう汗だくなの。だからね、せっかく、そうだから明日もねちょっと難しいから、じゃあ盛り付けます。移すの一瞬好き。はい、それはひき肉と玉ねぎとニンニクチューブと塩、ね、黒いよねやっぱり、それ思った、なんでこんな黒いんだ。では盛り付けます。まずは野菜からね、トマトもちゃんとある、盛り付けますね。え、クッキングね、クッキング好きしますよもちろんね。このね、塩そぼろ丼っていうのは徳永家、ママがね作ってくれて、それで徳永家ではよく出ます。美味しい、すごいめっちゃ美味しいよ、マジで作ってみてほしい。トマト、トマト、トメート、久しぶりの配信ですね。もう15歳も今日で終わりです。お米が、そう、そう、塩なの珍しいでしょ。そうだからオリジナリティ、オリジナリティあるそぼろ丼です。洋風な感じ。そう、明日から16歳。でこちらのそぼろを盛り付けます。美味しそう、めっちゃ。え、皆さん料理を期待してましたもん、もしかして、あのクッキング今からするのを期待してました。申し訳ない、すごく。それはどう、なんかペコペコペコリンちゃった感じ。あ、盛り付けは大事そう、ごめんなさい。なんか黒いよねやっぱ、めっちゃ黒い。すっきりって何、食べるの期待してたでしょ。やっぱね、期待しすぎるのは良くないんですよ、人生において。そう、人生において期待しすぎるのは良くないんです。期待の逆を来るかもしれないね。そうで、で目玉焼きを最後に混ぜます。そう、そうだよ、期待しすぎるのは良くないんで。わー、美味しそうほら、超美味しそうだよ。こちらです。ほら、え、美味しそうじゃない。そうね、こぼしすぎるとね、落ちちゃう。完成しました。ね、ほら、めっちゃやばい、美味しそうでしょ、うん。ガパオではないけど、塩そぼろ丼、新太郎、激うまそう。ちゃんとね、ご飯も意識高く、玄米、玄米もち米なんですよね。美味しそうじゃない？もぐもぐ配信するけど、いや本当にこれレミが作ったよ。え、やばね、信じてほしい、そこはマジで。本当にね、レミが作ったんですよ。本当に面白いぐらいレミが作った。そう、
ではいただきたいと思います。え、なんで信じないの、みんな。悲しい。では、いただきます。信じる、ありがとうございます。お腹すいた、もう疲れました、今日も。あ、お水飲みます。ちょっと、いただきます。美味しそうだよ。いただきます。激うま。うん、めっちゃおいしい。やばいぐらいおいしいんだけど、どうしよう。幸せ。空腹の時に入れるご飯おいしい。うんうんうん。これはニンニクと塩とブラックペッパーを入れて、あとは玉ねぎをみじん切りして入れました。めっちゃね、美味しい。ニンニク入れるとね、何でも美味しくなる。マジで美味しい。塩そぼろ丼、ポイントはですね、なんかさ、普通のそぼろ丼ってさ、醤油とか多分和風な感じになるけど、これはちょっと洋風な塩そぼろ丼です。はい、めっちゃ美味しい。やばい、説明はちょっと下手って言われたんだけど、どうしよう。いける。うん、これ本当にさ、もうリミが作った、まあいいです。あ、信じられない人は信じなくても大丈夫です、全然。はいそう、美味しい。なんかさ、自分が作ったものを食レポするって結構難しい。すごい、うまっ、ありがとうございますわかってる。はい、大丈夫です、もう信じなくて。はい、だって全然信じてないから、みんな。あ、大丈夫ですはい、美味しい。すごくすごく簡単なんだけど、手軽で美味しくできるんですよ。これいいですよ。皆さんもぜひ作ってみてくださいもう目玉焼きは半熟。エミさん、あの普通のさ、硬いあれだとさ食べれないんだよね、卵。半熟じゃないと。レミさ結構料理するんだよこれマジで。オムライスとかも作れるし、カレーも作れるし、卵焼きも作れるしね、マジで何でも、何でもっていうか作れます。マジでさ、なんか料理できなさそうな感じじゃん。だけどマジでね、リミガチで料理するんですよ。
ママに聞いてみて、レミのママに。めっちゃね、兄弟の中で一番料理がうまい。これリアルガチ。うんうん、メールにも載せたことある。今日は作ってないんだけど、もう一個ね紹介したいものがありまして、もう一個ねスイーツを作ったんですよ。持ってきます。コンビニとか言わないで。ひどい。こちらです。じゃじゃじゃん。ね、ちょっと焦げてる。これ。カップケーキ。これはバナナのカップケーキを作りました。ナッツとレーズンが。ナッツとレーズンが乗ってます。美味しそうでしょ。こちらを作りました。美味しそうでしょ。あ、バレンタイン配信、確かにレミが作りました。もういいです、そのコメントには触れません、一切。そう、ちょっとね、ちょっとママの手も借りたけど、ほとんどレミが作りました。リアルガチ。そう、バレンタインもね毎年作ってるんですよ、自分で。綺麗だ。すごいランクアップした。すごい、これすごい、ちゃんとランクまで作る。ちょっとマジでちょっとレシピを読んでもらったぐらい。そう、美味しそうでしょ。あとはこれはもう一つあるんだけど、これはちょっとじゃなくて完全に手伝ってもらって一緒にママと作ったんだけど、もう一つこちらです。スコーン、抹茶と普通のスコーン作った。美味しそうじゃない、スコーン。めっちゃねこれ美味しかった。食べたい、ご飯食べてるから。すごくない、これ作りました。そう、スコーン作ったの、すごくない、イエーイ。どう、これでどうですか。ね、スタバに売ってそうなスコーン、めっちゃチョコ入ってるし、こっちはホワイトチョコが入ってますね。食べたい、これね、めっちゃ美味しかった。食べたけど一緒に作りました。あとでちゃんとした写真はツイッターに載せますね。どう、これでどうでしたか。どうですか、これで信じてくれましたか。土下ですか、土下ですか。土下ですかって鳥取の方言なんで、多分土下ですかみたいな。ちょっとおばあちゃんとかおじいちゃんがよく使う土下ですかみたいな。そう、急に
めっちゃ面白い。使ったことないんです、には。うん、おいしい、おいしい。マフィンのチョコとレミの肌色が同じだって。そんな黒いっけ？でも今日は黒い。うん、お誕生日です。今日で15歳ラストですが、皆さんどうですか？本当に15歳の年はたくさんいろんなことがありましたね。なんか濃すぎて、この1年、人生でこの1年が一番濃かったと言っても過言ではないぐらい濃かったから、あっという間だった。だから思い出がたくさんある。そう、うん、うん、高校生になった年でもありましたしね。そうだから、それを超えられる年を16歳では作りたいなと思っております。そうだから、皆さん16歳も変わらず応援してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そう、大人の階段登りますよ。16歳、もう10代も後半です。うん、嬉しい。その1年で嬉しい。ありがとうございます。こんなこと言ってたらすぐお披露目の、お披露目3年4年目になりますよ。お披露目からどうします？皆さんどうします？めっちゃ黙ったんだけど、どうします？4年目だって、早いね。トマト食べる。うん、うん、時間経つの早いね。うん、早いね。エレミ、マジで体感2年っていうか、ちゃんとできたのが本当に最初と今年入ってからだから、まだ歴的には1年も経ってないんだよね。自分的には。そう、やばい時間、そんなことない。時間的には1年も経ってないから、そうだからめちゃ早かった。すごく見て、君今から潰します。ちょっと汚い。君潰しね、潰すね。ちょっと汚いね、ごめんね。え、潰れないんだ。潰れた。割るのか。割りました今。最初はね、普通で食べて、途中から黄身を割って食べるのがこれの食べ方です。皆さんもぜひ作ってみてください。そうだから、嬉しいですね、この15歳の年というものは。なんかそう、たくさんのことが経験できて、すごくためにもなったし、幸せでした。うん、めっちゃ頑張った1年でもあったね。時間やばい。あとこ、そう、めっちゃね、自分も頑張った。自分で言うのはあれだけど、うん、頑張りましたね。
まだ今も頑張ってますけど、なんかねすごい頑張った一年でもありました。そうですね、16歳の目標は選抜に入ることを目標として、日々一歩一歩着実に前に進んでいきたいと思います。なんでこんな暗いんだろう。でもネミはもう一つあって、お話し会の部数を、お話し会のお話し会を完売を出したいなって思ってるし、部数ももちろん増やしたいなって、減っちゃったから今回、だから増やして、まあ増やして完売できるのが一番だけど、でもどこか一つでも完売が出るといいなって思ってるんですよ。それがつながると思うし、これから先。そうだから、一つの日程じゃないけど、コスプレをするとかをね、そういうところをに注目っていうか重点を置いてたくさん来てほしいなと思ってます。だからハロウィンとか、あとなんちゃって制服も着るし、クリスマスとかもあるから、もうね、ハロウィンはねもう決まってるんですよ。あと生誕ティーも一緒にお揃いしましょうみたいな。そうだから完売とかってすごい大事になってくるから、それをしたいな、達成したいなと思って。そうね、やばい時間足りないよ、もう切れちゃう。ちょっとランキング読んじゃうね。13位、よむやさんありがとうございます。12位、小次郎さんありがとうございます。11位、みずさんありがとうございます。10位、ワイプさんありがとうございます。9位、ゆうまさん、ゆうまかっこ熊本さんありがとうございます。8位、アニーやっとまくりみぐみ16歳、おためさんありがとうございます。7位、ショートさんありがとうございます。6位、はやちゃんさんありがとうございます。5位、プチさんありがとうございます。4位、レイドさんありがとうございます。3位、よしのりさんありがとうございます。2位、ワンタンメイさんありがとうございます。そして1位は立花さんありがとうございます。ではラキレミー、すいません。33位、七田さんありがとうございます。おめでとうございます。駆け足となってしまいますが、続いては59位、イリンさんありがとうございます。おめでとうございます。ラスト85位、シルニジピアン、シルニジピンさんありがとうございます。おめでとうございます。ではスクショ、ちょっと超ボサボサなんだけど、ウケる、ね、暗いけど。15歳、あ、そう、そして明日なんですけど、なんとお誕生日にミュージックフェアに出演させていただきます。ありがとうございます。泣けます。そう、もう詳細はねまだ告知はできてないんだけど、そうね、なんかすごいねドキドキしました。もう事前収録なんだけど、そうミュージックフェアに出演させていただきます。うん、そうね、なんだろう、すごくなんだろう、言葉が出ないぐらいでいい、すごい嬉しかったし、嬉しかった、まあいろいろな感情がありました。なので皆さんに見てもらえるように頑張ったので、たくさんの方に見てもらえると嬉しいです。そして誕生日のにね、放送だから、そう記念すべきだから、たくさん見てほしいですね。本当にちょっとそう、あの中に一人ポツンと入って、すごくそれも
ドキドキだったし、そうだからドキドキすぎてドキドキだったんだけど、だけどすごくいい経験をさせていただいたからには、これをきっかけに、これをバネにしてもっともっと頑張りますし、ね、ここでそうです頑張りますね。時間なさすぎてドキドキしてさ、なんかよく喋れないけど、とりあえず15歳ありがとうございました。そしてクッキング選抜も明日で最終日だけど、配信できるけどちょっと分かんない、まだ時間とか分かんないですけど、よろしくお願いします。すいません急ぎ足となってしまい、本当にたくさん急遽だったにもかかわらず来てくださって嬉しかったです。明日のミュージックフェアもありがとう。ぜひ見て